EU は10月11日、外国企業による直接投資への審査を実施し始める予定です。その目的は EU 加盟国の主要な分野の安全と EU 全体の安全の保護にあります。分析によると、この審査制度は企業が投資を通して欧州から重要な技術を獲得する行為を阻止するためであり、主に中国国内からの企業を対象とし、 特に中共政府を背景に持つ企業が標的になるそうです。この制度は、外資による技術流出に対する EU 加盟国の懸念に対応しています。例えば、中国のファーウェイのような企業の投資です。人工知能、ロボット、ナノテクノロジー、電子通信などの技術が審査範囲となります。長年にわたり、中国国内の企業は、欧州で大規模な投資を行ってきました。 そのののののうちの多くの投資企業の背後には、中共政府の影が潜んでいます。最近、オランダのコンサルティング会社、ダテンナ BV 社の研究によると、2010年から現在までの10年間で、欧州では中国国内企業による投資トラブルは約650件あり、そのうちの40%は中国の国営企業、あるいは中共政府が制御している企業と絡んでいるそうです。 これについてフランス通信社は長い間 EU 加盟国は外国企業、特に中国国内企業が欧州の企業の買収を通して主要な専門技術を獲得し、その上不公平な低価格で EU 加盟国に商品とサービスを提供してきたことを暗示続け戦略領域において外国投資に対し立法を呼びかけ続けてきたと報道しました。